男祭り2015インダザイフは、桃色クローバーゼットが2015年10月31日に、ダザイフ成長後、ダザイフ天満宮で開催したライブ。ブルーレイ &DVD として発売されている。ダザイフ氏が講演し、正式タイトルは、水木、大野城築造鎌戸神社創建1350年、九州国立博物館。 開館10周年日本遺産認定記念も目黒男祭り2015インダ財布として行われた。男祭り2011、男祭り2012、ダイナミズムマイナスに続き、3年ぶり3回目の開催となった男性客限定ライブ。和太鼓、大太鼓、応援団員からなる、男祭り2015インダ財布全力、応援団と、 学ラン風衣装を身にまとった5人のメンバーがパフォーマンスを繰り広げ、玉石しおりは、桃黒の若大将バージョンの自己紹介も初披露。リーダーの桃田かな子は次のように向上を述べた。今の日本を作り、この日本を守り続けた偉大な先人たちが残してくれた太財府という誇り。歴史と文化に寄せられた彼らの思いを、私たちを通して少しでも感じてもらえたら嬉しいです。 九州男児、そして日本男児の皆さん、今日、私たちもここで歴史をつなげましょう。アンコールの最後にはメンバーのみ、近隣にある、ダザイフテンマングルの本殿前に移動し、特設ステージを設けて、歌唱放納を行った。5人は、竹部里氏による、ピアノ伴奏のみというアンプラグドの状態で、バラード曲、ハイトダイヤモンドを歌い上げた。ダザイフテンマングル 本殿太宰府天満宮宮寺の西、高辻信義がグループと以前から親交があったことから、今回の使用許可を出した権威があり、メンバーに対しては、芸能人は芸を神様に奉納して、初めて芸能人になれるという言葉もかけている。なお当日、メンバーは西、高辻家に招かれ、朝食を伴いにし、その後一家を会場に招待している。今回のライブでは、 様々な伝統芸能などとのコラボレーションが行われた。白拍子を舞う聖午前なお、ライブブルーレイ及び DVD のジャケットは、男祭りに引っ掛けて、先駆け、男塾の宮下明が描き下ろしている。ジャンプ、コントラディクション、Z の近い眼ロマンティックこんがらがってるゴザ、パワービリーブムーンプライド球道パフォーマンス、武者引き目だってアーリンなんだもん。 佐々木彩香シングルベッドは狭いのです。桃玉井事務所にもっと押されたい。事務所に押されたい Z 女戦争青春フリンクリンク。黒い週末いつか君が、桃黒の日本万歳。君の後ネオスターゲートオーバーチュア。桃色黒オーバー z 三条。DNA 教師局ガツと銀紙飛行船走れ。チャイマックス桃黒ちゃんと一緒に学ぼう。打財布観光ガイドバイトダイヤモンド特典映像この。 公演の実施にあたり、思わぬトラブルが起こる。グループは2011年から女性客限定ライブと男性客限定ライブを交互に開催しているが、今回の男祭り2015に対して観客が男性限定というのはおかしいと地元の人権団体から、ダザイフ氏に苦情の申し立てがあった。これを受け、ダザイフ市長が実行委員会に対し性別を限定しないよう、 要請するなど波紋が広がり、NHK の全国ニュースなどでも取り上げられた。実行委員会は、この件に関して、今回は男性限定という形になったが、ももクロとは複数年にわたり違う試みを企画していると一部の取材に対して述べ、ライブは予定通り男性客限定で開催された。この事案との関連性は不明であるが、 グループが結成以来目標にし続け、3年連続出場していた NHK 紅白歌合戦に落選となった。スポーツ日本は今年のももクロが活躍や指示を書いたとは言い難いと報じるなど音楽関係者の間では疑問の声も上がった。グループは公式サイトでファンに向けて私たちは私たちのやり方で皆さんと一緒に 私たちの道を歩き続けます。ど真ん中しか歩きませんと宣言した。しかし同時に紅白歌合戦を卒業しますという文明も掲載されたことに関してはファンから疑問の声が上がった。これは初出場の前に脱退した早見明かりと現メンバーが紅白の舞台での再会を目標としていたためである。なお、リーダーの桃田かな子は落選後に自身のブログで もう泣き疲れたとしながらも、卒業という言葉は用いず、早見明かりを含む6人でした約束だって忘れる、わけないと述べている。女子 SPA の紅白に出て欲しかった歌手アンケートでは2位となった。ありがとうございます。